障壁炭駅の自動改札機障壁炭駅は台湾に北市新三石にある台北都市運障壁炭支線の駅。駅番号は G03A。新三石省の上方にあり、敷地は1500坪にも及ぶ。また台湾で最も高所にある小外エスカレーターで1 4 2 5メートル及び16.52メートルであり、4階の高さまで直通する。 エレベーターの出入り口は中央路と関川寺に面して分けて設置されている。また、当駅は台北都市運で初めて看護ピンインと通用ピンインで英文名称を定めた駅である。現在、通用ピンインの部分は徐々に使用されなくなってきている。駅名は所在地の障壁管から取られた。また、駅名の後にカッコ書きで新店工中の副駅名が付いている。 新三石十四町地区の住民の予防と新三石省の連合開発計画と組み合わせて建設された。2001年4月に工事を始め、3年間の工事の末、2004年9月に完成、開業した。当駅はパブリックアート幸福地道を設計の主題として作られている。障壁単駅出口1障壁単駅出口2出口1は駅の東側に位置し、 出口には西側に位置する。当駅のプラットホームは3両編成分の長さのみであり、6両編成の車両で営業運転していた時は、プラットホームに面する3両編成分のみ、乗客の取り扱いをし、ホームに入りきらない3両分は、乗客の取り扱いを行わない、いわゆるドアカットを行っていた。2006年7月22日に障壁端子線。 二北投げ支線専用の三両編成の電車が運用を開始すると、この問題は解決した。投資線は、主線ほど高頻度運転をする必要がないため、早運会社は特別に障壁端支線の時刻表を交付している。運転頻度は平均3から4本時となっている。同じ台北都市運支線の末端駅としては、二北投げ駅に比して半分以下で、 利用客数は最下位に近かったが、2019年の急増は駅周辺にこの年進出したイケアの影響。ありがとうございます。